お疲れ様です、皆さんこんにちは、ジブリおじさんです。ガモンユウキと言います。はい、今回はちょっと僕の動画で初めてこういうのやるんですけど、世界一周してきたガモンさんをお呼びして、まあぶっちゃけ旅どうだった、旅してよかったとか、まあ僕の視聴者さんの中にもその旅したいけど履歴書に空白が開けるのが怖かったりとか、まあ英語が不安で飛び出せないとかって人が結構いると思うんですね。なので今回は、失礼ですけど英語がすごい得意ではない、うん、小学生以下でございます。はい、小学生以下の、ガモユウキさんに、ちょっとお話を伺って、皆さんの背中をね押していきたいと思いますので、まあ、お金を稼ぎながら旅をしてきた方なんですけど、まあ、僕も同じことをやりたかったんで、すごいね、当時通勤途中にそのブログを読んでそのモチベーションにしたり、まあ、それがきっかけで結城さんのことを知ったんですけど、仕事を辞めて1カ国目まずどこ行ったんですか？1カ国目、まあ、そのインドに最初に行って、その後南アフリカに行ったんですけど、南アフリカのヨハネスブルクっていう、怖いって漢字を書いて世界最強都市とかによく言われる場所なんですけど、アフリカに飛行機で到着して2時間後に全財産入ったキャッシュカード取られちゃって、やばい。でそこからどうしようってなってギター持ってたんで路上ライブしながら始めました。期間とその旅した国の数ってどれぐらいなのか。期間は全部で2年ぐらいで、旅したのはでもそんなにたくさんじゃない、30カ国ぐらいです。もうこれそんな多くないっていう、もう感覚がもう旅人あるある旅人あるあるですみんな結構50とか60とか行ってるんで、再就職とか結構不安だったと思うんですけど。いや、すごい不安でした。僕なんか実家香川なんですけど、すごい田舎生まれ、田舎育ちで、大学卒業したらもう会社に入ってそこの会社に一生働くみたいな。だけどなんかそれ以上になんか、まあ、20代のうちにやりたいことをやれずに60になった時すごい後悔するやろうなと思って、今しかできないことをやってないと後悔するなと思って、どうにでもなれと。ああ、なるほど。半ば投げ捨てるように旅に出ました。今はメガネ屋さん、とあるメガネ屋さんで働いてるんですけど、なんか再就職ってすごく難しいなと思ってたけど、でも全然そんなことなかったんです。ああ、なんともなるのか。何でも仕事はあって、なんかそこまで怖がることなかったなって後から思いました。なんか面接とか大丈夫でした？旅って突っ込まれたりしないですか？あ、いや、でも逆に面接官の人にいいね、素敵な経験だねって感じで、あ、やっぱそういうのもあるんだ。あ、いい、でもいい会社ですね。だからなんか思ってたよりそのはみ出すことに対して一番怖がってるのって自分自身だけなんだろうなっていうのはなんかすごい感じたところですね。僕のその知り合い、世界一周した知り合いの女性もなんかその会社がその逆に世界一周した経験を買ってくれたらしくて、なんかすごい面白い人だなって思ってくれて、もうその、ね、内定して今働いてるって人がいるんで、そんなになんか過度に心配する必要はないかもしれない。まあもちろん会社によってはなんか、あ、こいつ放浪癖あるから内定厳しいそうだろうなって会社もいるとは思うんですけど、まあ全てがそうではないと思うんで、2年間旅したと思うんですけど、ぶっちゃけ旅してよかったですね。いや、100% 良かったです。100% 良かった。不安に思ってるのってその何かをする前だけですよね。やっぱ出てしまえば少し歩いて、その歩いたその視点からの見える位置がその全てだし、一番旅して良かったなって思うことは、大切なものっていうのは案外リュックサック一つに収まるんだなってことですね。僕リュックをドイツで取られたんですよね。で他にも
その南アフリカで全財産入ったキャッシュカード取られたりしたし、イタリアではギター取られたりしたんですけど、でもそうなんかいろいろ取られて、なんかその本当に必要なものだけが残ったんですよ、最後にしてた。本当に小さいこれぐらいの10リッターのリュックサック、ナップサックみたいなやつと、ギターは結局取られたんですけど、本当に必要だって思ったから買い直したし、いろいろ取られたからこそ本当に自分に必要なものが見えてきて、自分にとって本当に必要なものってお金取られたけどなんとか生きていけたし、なんか替えの服とかもそんなにたくさんいらないし、バスに乗いや電車に乗れなくてもヒッチハイクで移動できたし、なんかすごいいいホテルに泊まらなくても、なんかヨーロッパでテント泊とかしてたんですけど、そのテントから浜辺に張ったテントから見る大西洋の人がどんな高級リゾート地の景色なのか、僕は素晴らしいと思ったし、なんか車がないといけないとか、これぐらいのアパートのこれぐらいの部屋には住んでないといけないとか、何歳になったら結婚しないといけないとか、そういういろんな縛りがついてたけど、でもなんかそういう縛りっていうのは勝手に自分で作っただけであって、なんか本来はそんなこと必要ないのかな、もっとナチュラルに生きてよかったのかなっていうのを気づけたのがすごい自分の中では大きかったです。逆にその、まあ、盗まれたりしてこういうことに気づけたわけですよね。一度きりなんで、そしてその一度きりの人生は誰かのものではないし、世間の見た目を気にして生きる必要はないし、自分が行きたいと思ったら行けばいいし、僕は全然後悔したことがないので僕はそう思ってます。まあいつ死ぬかとも分かんないじゃないですか、震災とかもいつ来るか分かんないし、そうじゃない、やりたいならやりましょう確かにね、はい、ってことですね。じゃあゆきさん今日お話ありがとうございましたすごいね、素敵な YouTube チャンネルと、あと、Twitter もやってるので、ぜひあの概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。音楽を通して旅に出ることの楽しさとかを伝えるので、よかったら見てみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。